交流分析、交流分析、交流分析、トランサクシオネルアナリシス、t a とは、1950年代後半に、精神科医、エリック・バーン、エリック・ベルヌによって提唱された一つの心理学パーソナリティ理論である。人格と個人の成長と変化における体系的な心理療法の理論である。応用範囲は広く、ソーシャルワーカー、警察官、保護観察官、 宗教職者などのカウンセリングで用いられる。エリック・バーンは彼の理論を二冊の交流分析の本にて提唱した。結果として交流分析は多くの心理学者から通俗心理学であるとの批判を受けた。同様に交流分析はフロイド理論から逸脱しているということで伝統的な精神分析コミュニティからも追放された。しかし1970年代までに 簡単で堅苦しくない言葉と人間心理モデルによりその概念と専門用語の多くは折中主義的心理学者の治療におけるアプローチ方法として取り入れられた。また同じく交流分析はグループカウンセリングや個人の内面に焦点を当てる結婚、家庭におけるカウンセラーにも受け入れられた。なお交流分析を尊重する学者は1964年に エリック・バーンと共に研究と認可のための協会、国際交流分析協会、イターを設立しており、2006年現在、団体は今も活動中である。バーンは、精神が子供の頃の経験によって形作られる P、パラン、A、アダルト、C、チャイルドの3つの自我状態があると仮定した PAC モデル。どのような場合においても、人は、 体験を行い、行動、考え、感情を混合させながら、個性を表現する。交流分析によれば、一般的に、人々は三つの自我状態のいずれかにいる。また、それぞれの状態はさらに分割される。親の象徴は通常、養育的な親、NP、ナーチリングパラント、寛容的、保護的か、規範的な親、CP、クリティカルプラントのどちらかである。 子供の行動は自由な子供 FC、フリーチャイルド、ナッチレルチャイルド、自然本邦か他者順応な子供 AC、アダプテッドチャイルドのどちらかである。それぞれの状態は個人の行動、感情、思考において影響を与え有益的、積極的、または破滅的、反生産的、悲観的になると言える。交流分析の自我状態をフロイの自我、 A, イド、C, 長字が P と対比されることが多いが、二つの理論は異なる。交流分析の自我状態は、1、フロイトの有自我の説明である。2、フロイトの仮説モデルと異なり観察が可能である。つまり、対話を行う、相手の特定の自我状態は、外部からの観察によって決定することができる。また、自我状態は、それぞれの自我状態においての行動において、 直接的に思考、感情、判断に対応するものではない。自我状態は普遍的なものではない。すなわち、それぞれの自我状態は、個別に、かつ明白に、個々人を表すものである。例えば、C、チャイルドの自我状態は、特定の人間の個性であり、一般的な子供の状態ではなく、子供の頃に作られた性格を表すものである。汚染とは、 ある PAC 状態の一つが境界を越え、他の PAC 状態に侵入すること。例えば、P としての現実として、人が父親のルールやモットーを破り、信念が今からここの現実として受け入れられ場合、または他人に笑われた場合である。つまり、これまでの幼い頃の体験の記憶上に、今からここに起きていることが新しい記憶として追いつくすならば、 子供の頃における一つの自我状態への影響と言えるであろう。除外とは PAC 状態のうち一つまたは複数が締め出されること。例えば P を除外した人はマフィアのボスや政治家のトップだったりする。また C を除外した人は自分の子供時代の記憶を消し去ってしまっているだろう。またアルコールは PAC 自我に対し 上から順にブラインドを下すような効果がある。対抗。そのため人は、酒を飲むとまず P が除外され、笑い情報、泣き情報などと人格が変化する。この状態では A はまだ保たれているので、自分で電車に乗り自宅に帰ることができる。さらに酒を飲むと次には、A が除外され、C は他人の助けがなくては何もできなくなってしまう。交流とは、 コミュニケーションの流れであり、より正確には言語以外の心理的な平行に流れるコミュニケーションの流れである。交流は明確なレベルと心理的なレベルの両方に同時に生じる。例えば、皮肉的な意図を持った思いやりのある言葉である。本当のコミュニケーションを読み取るためには表面と非言語の読み取りが必要となる。ストロークは人が他者に与える認識。 注意、反応であり、肯定的、または否定的なものである。ストロークの主要な考えとしては、人は他者からの認識や肯定的なストロークに飢えており、それが、たとえ否定的な認識であっても、人はどんな種類のストロークも求めるということである。どんなストロークでもないよりはまし。我々は、子供たちのようにどのような戦略や振る舞いが、私たちに対してストロークを与えるか。 どのようなストロークを受け取るかを試している。こうした交流の本質はコミュニケーションを理解する上でとても重要である。相互的な交流はベクトルが平行で双方が相手の自我状態に話しかけている時に起こる。これらは相互交流、平行交流とも呼ばれる。01、02、03、コミュニケーションの失敗は 相手の自我状態とは異なった自我状態への話しかけ、工作交流、クロストによって引き起こされる。次のような例に見られる。A、レポートを書いてくれますか ?A から A への交流 BRB、わかってるよ。そのうちあるから。C から P への交流これは、仕事において、問題を引き起こしそうな工作した交流である。A は、P、パランから、C、 チャイルドへの交流に基づいた返事をするかもしれない。すなわち、以下のようなものである。A、貴様その態度は何だ、ふざけてると首にするぞ。A、部屋は片付いてるかい ?P から C への交流 BRB、はい。私は、ちょうどこれからやるところですよ。A から A への交流これは、さらに積極的な工作した交流であり、B が、責任感を持って行動し、 B としての役割、つまりチャイルドを演じていないことに対して A は不満を持つ可能性がある。さらに会話は次のように発展するだろう。A、私はあなたのそういう態度が信じられないな。P から C への交流 BRB、私の言うことを少しは信じてよ。C から P への交流この受け答えは永遠に続くであろう。その他に二重構造、 または隠された交流、理面的交流がある。これは、明白な一般的会話が、明確でない心理的な交流を含んでいるものである。すなわち、以下のようなものである。A、物置を見に行きませんか ?B、R、B、私、昔から物置が大好きで、たまらないのこれは、社会的な面では、A、アダルトから、A、アダルトへの交流であり、心理的な面では、 C, チャイルドから C, チャイルドへの恋愛における交流である。交流分析によれば、人はとても幼い頃に世界と自分の立場を理解しようとして自分に対する人生の脚本を書く。その脚本は人生の中において改定されるが、書くとなる話は一般的に7歳までに選ばれ決定され、大人になっても気づかないものである。再定義とは我々が 意図的に、かつ無意識的に物事を我々の望むように歪める、時の、現実の極解である。これゆえ、もしある人が、冷たく厳しい世界に対して一人で生きていかなければ、ならないといった脚本を持っているならば、他人の優しさといたわってくれる状況を、操作によって何かを奪うのではないかと再定義しているかもしれない。値引き、ディスカウントとは、 問題解決に関連する情報を気がつかずに無視することと定義される。自分の持つ脚本と矛盾する状況を自分では気づかずに認知から抹消することである。何かをその価値より悪く受け止めるものである。したがって、A、アダルトの今からここでの実際の問題を解決するという、試みではないような代替的な反応を与えることや、証拠となるものを見ないことは、 彼らの脚本に矛盾するものであろう。値引きは以下のようなものを含んでいる、受け身、無気力、過剰適合、不安、自意識の低下、怒り、暴力。値引きとネガティブなストロークの違いを以下に例で示す。ストロークと違い、値引きをされた場合には、建設的な行動に移ることができない。値引き自体が現実を湾曲しているため、その可能性を持たないからである。 交流分析は13の禁止令を述べている。禁止令は、するなと一般的には非言語的に伝えられるメッセージで、子供の頃の心情や人生脚本組み込まれたメッセージである。これらに対して子供が頻繁にやりなさいと言語的に聞かされることがある。これらは禁止令に喫行するという意味で、喫行禁止令と呼ばれる。その中の特別なものが、 以下の五つのドライバーである。それゆえ、子供は以下のような判断をすることがよくある。努力してる限り、僕は生きてていい、存在する意味がある。これは、どうして何らかの変化が、とても難しいかを意味する。上記のようなことを守り続けるため、その人が休憩しようしてと家族とリラックスする場合、存在するなという脚本に組み込まれている、禁止令が現れて、 彼らを恐怖に貶めるのである。このような人は彼ら自身が理解していないプレッシャーに悩まされる可能性があり、そのプレッシャーから解放され、存在意義を子供のような方法で正当化するために一生懸命することに再び戻るであろう。ドライバーによる行動はとても小さな時間軸で再現される。例えば、ドライバー行動は5から20秒の単位で現れるのである。 バーンは、時間を構造化するニーズがあると考えた。そして、その構造化の仕方として、引きこもり、儀式、暇つぶし、活動、ゲーム、親密さを挙げている。他人からのストロークを放棄し、ストロークの供給源を自分のうちにのみ求めるものである。ストロークの不足の解消を図るため、内面的な空想によって、時間を構造化する。例えば電車内では、 乗客たちは皆沈黙している。儀式は社会的プログラミングに基づく補完的、相互的な一連の交流である。その提携性によって気遣いや労力が節約されることになる。儀式は一般的に相互のストロークの交換から形成される。例えば、二人は日常的なストロークの儀式を持っている可能性がある。毎日会うたびにそこでは 一方が、やーといい、もう一方が、次のような儀式的なストロークを持っているかもしれない。A、ええ、やー BRB、やー。元気 ?BRA、うん、いいよ。そっちは ?BRB、うん、いいよ。じゃあまた同じ日に、彼らがまた会ったとき、彼らはどんなストロークも交換しないかもしれない。あるいは、単に頷き合うだけかもしれない。 いくつかの現象は、日常的な儀式と関連している。無難な話題をめぐって行われる、交流のこと。補完的、相互的で、反儀式的である。例えば、井戸端会議などで、話す内容は、過去、過ぎ去った事項についてであり、現状、今ここについてのことではない。何かについて話すが、それに関しての行動は全く起こさない。主な自我状態は親。 p か、子供、c 直接的な実益を伴わないものの、お互いに親密さを増すための方法の一つとなる。隠された目的はなく、一般的に同じ波長を持つ者同士で行うことができ。こうした仲間は、普通、深い意はなく、危害も加えない。外概面的な活動によって、ストロークを得て、時間を構造化するというもの。育児に励む母親。 仕事に励む父親、受験勉強に取り組む学生など。主な自我状態は成人 A である。ゲームについては、口述する。ゲームは、ネガティブなすべての自我状態から起こり得て、両者が嫌な感じ、ラケット感情を経験して終わる。交流分析が理想とする、時間の構造化の形態。バーンは、一般的な反省産的社会交流を、ゲームの概念によって表している。 ゲームとは、補完的、相互的、利面的、さらに方向が予測された結果に向かう一元の交流のことである。ゲームは、しばしば終わりに向かう参加者の役割の切り替えによって、表される。ゲームは常に、値引きのやり取りが含まれ、参加者らに対し報酬として、ラケット勘定が支払われる。ゲームとは反対のもの、すなわち、ゲームを終了させる方法は、 参加者が報酬を受けるのを中断する方法を発見するところにあると言える。交流分析を学ぶ者は、たとえ異なった参加者が異なった役割を演じようとも、そのゲームばかりを行っている人は、同じゲームを行うことを見つけている。最初に、このようなゲームを理論づけたのは、問題に困っている参加者、白を他の参加者、黒が助けるという状況での、そうしたら うん、でもである。参加者、白は、参加者、黒の提案の問題点をすべて指摘するであろう。うん、でも、の応答。そしてこれは、お互いに、フラストレーションがたまり、嫌になるまで続くのである。そして、この参加者、白が、副次的に得られるものとしては、彼の問題は、解決不可能であるという正当化を認めることであり、内面的変化の辛い作業を行わないことであろう。 参加者、黒にとっては、不満の溜まった殉教者のように、助けたかっただけなのにと感じるか、さらに上を行き、軽蔑し、あの患者は、非協力的だったと感じるであろう。ゲームにおける一つの重要な点は、参加者の人数である。ゲームは、二人の間で手渡される。つまり、ゲームの人数は二人、三人の間で手渡される。ゲームの人数は三人。 それ以上の人数など様々である。異なる三つの量的な変数はゲームを考える上でとても有効である。需要度と潜在的な危害を受ける度合いに基づいてゲームは以下のように分類される。加えてゲームは次のようなものに基づいて議論される。交流ゲーム分析は以下の点において合理的または数学的なゲーム分析とは根本的に異なる。 次のものはエリック・バーンの書籍ゲームズ・ピープル・プレイの中で発見された最も一般的なゲームのテーマである。ラケットとは感じられた感情を認識するものと実際の感情を認めないとして目を向けない二つの行動である。これはより専門的に説明するならば子供の頃に培われた多くのストレスのある環境の中で経験されたとても馴染みのある感情であり、 A. アダルトとしての解決策が適応できないものである。そして、今からここの状況に適して対応できる A. アダルトの感情と反応に変わって、必ず現れるのがこれらラケットとゲームである。次に、ラケットとは、今からここを考える A. アダルトの思考よりも、子供の頃に形成した脚本による行動である。そしてこの行動は、ラケット感情。 幼い頃に感じ慣れた感情を体験し、現状起こっていることを内部的に正当化するために、1、実際の問題の解決というより、脚本に行動を合わせるために環境を操作する。2、埋め込まれているモールは、問題を解決するためにはさほどよく働かない、と言える。ラケットは、子供の頃に経験した感情による行動をとり、一般的に、それらは、 苦しいと感じているにもかかわらず、意識の外で起こるものであり、また誰かのせいで発生したと思われている。そして、その報酬は、子供の頃からの脚本である。人々はいつも僕を失望させるという証明になり続け、一層その考えを強くしていくのである。つまり、ラケットとゲームとは、ある環境で得たラケット感情を正当化するために、使われる装置であり、結果、 子供の頃の脚本は、より強固なものになると言える。ゲームとラケットは、に従って分析されることがある。つまり、迫害者、犠牲者、救出者の役割からである。三角形に登場するものはすべて、何らかの形で値引きを行っている。切り替えは、参加者に安定した役割が確立されている時に、突然役割の切り替えが行われると言える。犠牲者が、 迫害者の役割に回り、前の迫害者を犠牲者の役回りに追いやったり、救出者が突然迫害者になるものである。あなたは一度も私に感謝したことがない。といったものである。エリック・バーンの一般的な言葉を用いた交流分析の紹介の能力と一般大衆の書籍市場における交流分析の大衆化は人気のある交流分析の教材。 書籍を作り流行となった。一つのポップ交流分析の例は構造モデルを描いた漫画である。ここでは P、パランが判断し A、アダルトが熟考し C、チャイルドが感じているというように描かれている。ほとんどの真面目な交流分析の教材は専門家より一般消費者をターゲットとしているものも含めてこの過度な簡素化を避けている。 トマス・アンソニー・ハリスの1960年代後半の最も有名な本、I am o k、okay. y o u t e o、okay. k は幅広く交流分析をもとにしている、OK 牧場。根本的な相違といえば、バーンが全ての人の人生は I am o、okay. k というところから提唱されているのに、対し、ハリスは人生は I am not o k、okay. y o u t e o、okay. k から始まっていると述べている。 多くの交流分析学者は、トハリスは交流分析学者の考えている基本理念から逸脱しているものだとみなした。エリック・バーンチョ、大衆向け、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。